こんにちは、アタフタチャンネルのお部屋へようこそ。ルミネです。はい、前回はイベントガチャストリートファイターコラボベガーを取りに行ったんですけれどもね、無事取れたんですけれどもね、終わったらという感じで、今回はベガの奥義賞を狙って始まりました特定強化イベント挑戦していきたいと思います。コラボイベントの方最終日でですね、なかなかベガのゴフが出なくて、もっと早く更新して報酬を更新していけばよかったのに、ちょっとうまいことできなくって転生石を使ったので、さらに転生石が減ってます。ということで今回は 43,154 個からのスタートなんですけれども、まあ昨日はユニオンバトルできなかったんですよね。で結局中止になったので、こちらお詫びとして転生石が500入りました。臨時収入です。ありがたいです。今日はユニオンバトル今のところスムーズにできているので良かったです。今回はラッキーなことに奥義賞交換メダルがすでに177枚からのスタートです。ストックがあるのでかなり節約できるのではないでしょうか。ということで昨日は半額の特定強化宝箱を転生石300で交換してあります。でちゃっかりですね、昨日のこちらのミッション、デイリーのミッション転生石300を消費するで報酬もゲットしながら今日を引いていきたいと思います。まあ見ての通りかなり転生石を節約したいので、まずはこの一箱を開封していって200枚出して終わらせようと思います。はい、ベガの奥義賞に必要な交換メダルが200枚です。で現在持ってるのが177枚なので、23枚出れば終わらすことができるんですけれども、まあ、次のストックも欲しいので、ぜひ200枚をねこの一箱の一発で出していきたいと思います。いや怖いです、本当に怖いですよね。ユニオンのホウホウさんは毎回神引きしてるのでね、かなり羨ましいです。もうばらまいてほしいですでね、やっぱりこの割合がやばいですよね。200枚出る確率が 0.7%、 100枚出る確率が 0.3%、 天井のない底なし沼となっております。私と同じく無課金でやってる友達がですね、この特定強化宝箱、まあ、ちょこちょこと何箱かずつしか買わないんですけど、100枚とか200枚一度も出たことがないって言ってました。なので覚醒はしたことがないんですって。でもなんだかんだ、まあ、サーバー違うんですけど、電気トーザーで100以内に入ってたり、あうまいことやってるなって思うんですけれども、まあ、私はベガを覚醒していきたいので、ぜひ取っていきましょう。本当神引きできないと無課金でやっていくのかなりきついですよね。それでは前日に半額で交換した特定強化宝箱一箱目開けていきましょう。さあここで終わりにしたい。それではドキドキのオープンです。1箱目、お、これは2ページ目に来るパターンか収録か、起きました。1枚、残念ながら1箱目は1枚でした。残すこと22枚なんだけど、こんなん1枚ずつ出てたらキリがないので、風化した宝箱のお力も借りようと思います。今回は20箱、はい、これも2ページ目かな。メダルは稀にって書いてあるからちょっと怖いんですよね。おお、来ました、2枚。ではここからは転生石600個を使って1箱ずつ購入して開けていきたいと思います。ちょっとねまとめて買わないで1箱をこうやって購入して開封していくというかなりケチケチ動画になります。すいません。1枚、やばいぞ、これはなかなか増えません。本日の2箱目交換していきたいと思います。はい、そして開封という本当ちまちまなちまちまケチケチ動画で本当にすいません。無課金でなんとかやっていくためです。オープン、4枚、マジで少ないですね。185枚来ました。少しずつですが、あとちょっとです。このちょっとが遠いんですよね。3箱目購入です。
さあ開けていきましょう。ここで200枚こい4枚出ます。やばいんですけど、はい、本日4箱目の交換でございます。うわー出てほしい。200枚オープン。1枚。ちょっと今日ひどくないですか。もう1枚とかやばいでしょ。もうちょっとでいいから、もうちょっと欲しい、せめてね。はい、本日の5箱目交換ですので、これまとめて5箱セット買って全然良かったパターンですね。では開けましょう。開封。5枚。本日の最大メダルが出ました。5枚です。じゃじゃーん。ということで残り5枚となりました。でもね、やっぱストックも残したいので本当に200枚来てほしいです。あ、見て、交換します。6箱目、これで定員成績4万個切っちゃいました。やばいです。ここでフィニッシュとしましょう。それではオープン。3枚。3枚だと残り2枚となりました。本当にこちらの本日の7箱目で終了としたいんですけれども、今日の感じだと1枚っていうのがねかなり出てるので怖いです。では最後にしましょう。開封。おー5枚出ました。5枚で多く感じる。203枚になりましたので、これで無事ベガを覚醒することができます。ではボーナスもらっていきましょう。私は合計で8箱購入しています。ということでここまでもらえるんですね。このいちごクレープが嬉しいですね。あのこわもてのベガに食べさせてあげたいと思います。はい、ということでいよいよ交換です。ベガの奥義書、こちら奥義書メダル200枚と交換ゲット。さあベガを覚醒していきましょうか。覚醒することで長い長い長い。はい、こうなります。かなり省略なんですけど、いや楽しみですね。使っていくのが、早くパーティーに入れたいんですけど育成が追いついてません。ユニオンの編成の子たちも育成したいんだけど。では覚醒していきます。念願のベガ覚醒、やったー。収集イベントのですね、さくらの衣装をまだ交換してなかったので、こちらも獲得していきたいと思います。はい、交換ということで、さくらのセーラー服の衣装ですね、着せていきましょう。まずは開封して、はい、来ました。いや、かかとで滑ってたらね、かかとすり減るよね絶対。では着せましょう。はい、こちら通常衣装からノスタルジックセーラー服の方に変更です。私的にさくらって言ったらこの衣装の方がイメージが強いんですけど、こんな感じです。ノリノリです。ノリノリのさくらちゃん、この赤色のハイネックがね、まさにさくらって感じですよね。この着こなしでね、よく見るとちょっとお腹が見えて、で私の大好きなふんわり袖のパフスリーブで可愛い。でこの衣装を持っているとダメージ増加がプラス 10%、 HP がプラス 10% となります。持ってるだけで衣装についてるステータスが上昇するので、お好きな方を選んで使っていけますね。はい、どちらの桜もノリノリ。次のコラボはね、花の刑事が来るんじゃないかなって予想されてるんですけど、やっぱり刑事はでかいババア並みにでかいんじゃないかなって思いますよね。とりあえず転生席貯めないとって感じです。ユニオンバトルもね、今日順調に進んだので頑張っていきましょう。それでは最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。よー、あたふた、またね。I will thank you for you.
ルミネ編集長のアタフタチャンネルを最後まで見てくれてどうもありがとう。ありがとう。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。おすすめの動画はこちらから。はい、皆さんまた見てくださいね。